こんにちは。今日はシグマ理論格論ルンバのスパイラルターン、左回転2回以上回る、これを例に説明させていただきます。早速実演しながら説明させていただきますね。右に高く立ちまして、右の微動値から左の股関節にかけて、このシグマの下斜めラインにこうエネルギーを落としていくような感じ。ふっ、ね、呼吸を吐きながら、もうこれで終わりです。で、右に体重を落として左に進んでいく。1回転はもうこの落としだけで OK です。2回以上回る場合は、この鎖骨ラインですね、床に平行のシグマのこの鎖骨ラインを左へ引いていく。それと、この右手のかぶせ、胴体に巻きつける、このかぶせが必要になってくる。これをうまいことミックスしてですね、やってください。これで終わりです。体重落として。で、左へ進んでいく。もうこれ以上回るのはもうやめた方がいいです。怪我しますから、それと、何回回るで競っても、社交ダンスのレベルではね、もう、勝てないですね、まあ、またこの同じこと言ってますけど、もうすごい人いっぱいいてはりますからね、回転数で競ったりするのはもうやめた方がいいと思いますね、はい、まして、我々中高年はそんなバカなことやってる場合じゃありませんのでね、体に負担のないようにね、このテクニックで、楽に踊ることを考えてください。これとこれと巻きつけ、もうこれでもう1回半ぐらい、もうちょっと、もうこれでかぶせていく、こんな感じでやっていただければ十分ですからね、はい、あと男性のフォローがあればね、楽に回れますから、普段やるのはイメトレなんです。これとこれやったなと、こういうイメージをつける、これが大事になってきます。はい、今日はここまでです。くれぐれも無理のないようにね、これこのイメージをつけてちょっと回ってみる練習をしてください。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。